最後のね組だったのですごい集合が遅くって、そう、それプラスまあ帰ってきて夜ご飯食べてっていうのにもこの時間ですね。はい、こんばんは。私明日は公演なのでちょっと早く寝ないといけないから、早く寝ないとって言ってもまああれなんですけど、今日もゆっくり寝たからそんなに早く寝れるんでしょうかって感じなんですけどちょっとわかんないけど、なんとも言えないけど、早く寝れるようには努めるつもりです。こんばんは、やっほー、こんばんは。そうでも明日一個ね、そう、公演前にねお仕事あるから早く起きなきゃいけない、ね、早く起きてメイクしなきゃいけないからちょっとあれなんですけど、まあそんな濃くメイクするつもりないからそんな別にいいけど、こんばんは。そう、明日が公演納めです。公演納めです、明日2022年公演納めです。嬉しいですね、こんなギリギリまで公演できていいですね、嬉しいです。こんばんは、ぜひ見てください、18時30分からです。はい、お願いします、見てください。公演納めですが仕事納めではありません公演は納めますが仕事は納めません。はい、まだ続きますまだ続きますね、はい、頑張っちゃうよ。公演納めと聞くと特別な感じするね、いいよね。大晦日もズームつなぐもんね。あ、知ってるんですかそれ。なんかさ、そのズームで出演みたいなたびたびあるじゃないですか、ここ最近で。なんかさ、それってさ仕事って言うんかねみたいな。いや、それ仕事なんだけどさ、そのなんかさ仕事っていうその度合いが違うわけじゃん、なんかわかる。なんかラジオとズームだったらラジオやん。そう、その違いがさ、いや違いというか、そのいや一応立派なお仕事よ、ズーム出演っていうのも。けどズームは仕事って言うんかねみたいな。いや仕事なんだけど、そう、難しいよね ギフトありがとうございます、ありがとう。そう、なんかさ、まあ、テレワークって言ったらあれだけど、まあ一応でも見られ、誰かにはもしかしたら見られてるわけでしょ。すごいなんか難しいよね。ズームお見送りやるんですかね、あれめっちゃカオスじゃない、誰も見てなくない、ズームメンバーがお見送りとか。これ言っちゃダメだけどさ、いやなんか13周年の時さ、もう 誰に見られてるんだろうって、なんかずっとこうやって手振り続けてたの、画面に向かってね。もう笑えてきちゃって、なんかズームってさ、しかもさ、こう自分だけの画面にもできるけど、他のメンバーとなんかこう4分割ぐらいでさ見れたりするんですけど、みんなさ、なんかもうこういう感じでもう笑えてきちゃって、すごいなんかニコニコでやってたわそう、ニコニコでやってました。確かにズームはね、下ジャージでもいいしね。いや、なんかそのズームだからこそ、なんかやっぱその結局はその繋がってる先の
場の雰囲気っていうのが分かんないわけじゃないですか、やっぱいないと。いや話でさ理解してもさ、やっぱりその場の雰囲気的なのがあるじゃないですか。そうだから難しいよね。ズームね難しいよね。欲しいいただくぜだって。どうぞ。今イベントしてるんですか。なんかあでもなんか STU さんやってるよね、ツイッターで見た気がする、わかんないけど。頑張ってください、応援している方。大変だよね星集め、わかるよ。こんばんは。こんばんは。わかるよ。初詣とか行く人、なんかその時にならないと分かんないけど、なんだかんだ行ってる気がするな。なんかその年明けてすぐにはあんま行かないけど、分かんない、行くかな。でも寒いから行きたくないんだよね本音は。いいやん次のなんかもう朝でみたいな思っちゃうタイプ。 そんなすぐさ深夜とかに行きたくないんですけど本当は。そうけど家族が行くって言ったら行くし、寝るって言ったら寝る、そんな感じです。はい、こんばんは。で毎年ね行くんですよね、初詣とかそういうのはちゃんと。家族でだと車で行く、車で行きます。そりゃあ車、車行きますよ、車で乗らせていただいて。こんばんは。耳かゆいな、耳。そうやっとねこっちも安定してきた、やっと。そう前までね出血してたんですけど、そうやっとね何もなくなった。昨日撮ってみようっていう軽いノリで撮ったらそんなもなかったから、やっと4つ付け替えれる、嬉しい。って言ってもこっちの耳がちっちゃすぎてもうギリギリなんですけど、そうかつけれるものもしかしたらないかもしれないけど、いやでもそれでも嬉しいですね。早くいっぱいつけたい。バチバチピアスがある。そんなでしょ、5個だよ、たった5個ですよ、たった。これがあとちょっと増えたらちょっともう危ういけど、こんばんは。でももうちょっと開けたいとか思っちゃってる今。開けないだろうけど、開けないだろうけど、もうちょっと開けたい今。なんでだろうね、何でも開けたいんですよね。もうでもちょっとさすがにちょっといかつくなっちゃうから開けません。
こんばんは。あゆかぴょんがクリスマスにサンタとトナカイのピアスをしてました。すっごいね、毎回見せつけてくる。かわいいっしょって。もう5回くらい聞きました、このくだりを。5回くらいやった。かわいいでしょって、かわいいっていうくだりを5回やりました。もうそろそろいいです、もういや嘘だよ、毎回かわいい、もう好きって言うけど、うん、毎回言ってくる。そう、毎回ストレッチの時間に見て、耳みたいな言ってくる。うん、かわいいかわいい、はいはいかわいいって言ってるけどそう、定期的に言ってくるよ、あやかぴょん。そう、今日かわいくないみたいな、今日そうね、かわいいかわいいみたいな、そう言ってくるんだけど、いやかわいいって言っとるやんみたいな、そう何回も聞いてくるの。それがまたかわいいからいいんだけど、そうこの間なんて、なんか今日なんか一緒に撮った写真送ってほしいみたいな言われて送るじゃないですか。でなんか、え、今日上村めっちゃ美人よくないみたいな LINE が来て、うんいやかわいいよって送りましたうん、かわいいよって送ったよ。うん、確かにかわいいなって思ったけど自分で言うのがかわいいよね。そう、上村美人よくないって LINE。変な方ありがとうございます。 SK48 チームメスの石黒月です。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。まあ可愛いからいいんですけど、そう、今年中にもう一回遊ぼうってね言ってくれて予定立てた。嬉しいですね、仲良しです。ギフトありがとうございます、ありがとう、仲良しですね。今日はお豆送れないけど許してください。許してください。ギフトありがとうございます、ありがとう。今日はちょっと特別帰りが遅かったので、そう、帰りが遅かったからしょうがない。生誕で泣いてくれる子ですからね。ね、いや今まで何回もさ、他のメンバーの、まあ、生誕祭とか先輩の卒業公演とか出演させていただく機会多かったけど、卒業コンサートとか、いや本当になんか、いやすごい感動するやん、そういう特別な公演って。でも泣きまでは今までしたことなかったけど、そう、でもなんかやっぱ自分が主役の生誕祭でメンバーが泣いてるの見るとなんか嬉しくなっちゃうよね。いやそれはなんかグッとさ来るものがあったりするけど、そういざさ自分が泣くかって言われたら、そうじゃないからそうじゃないから、そうそうそう、
いい人ですよね。本日はスタバ納めでした。ああ、ゆずはいつ納めようかな。いつ納めようかな、ゆず。30かな。30かな。いつ納めようかしら。変な方だ。ありがとうございます。 SK ホテイトチームです。石黒好きです。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ちかさんの生誕祭からもうそんな経つんだ。早くない？びっくりなんだけど。早すぎでしょ。こんばんは。ちょっとマジで前髪切りたいな。嫌すぎる、このなんか。分ける、分けません、分けませんよ。やだよ、そんな分けるのは。切りたいですもん。切っちゃおうかな。明日の髪型何にしようかな。最近やってないやつにしよう。決めました、もう明日の髪型。決めちゃったよ、今決めました。こんばんは。ギャル、ギャルっていうか、なんかいかつくなるんだよね、前髪ってか、おでこ見せるといかつくね。ギャルというか、ほんとなんかいかついよね。ドンキにいそう。ドンキにそんな女の子になっちゃうからね。ダメです、いけません。こんばんは。ゆずはもう決めたので、明日の髪型は。こんばんは。もう23時やん。ありえん、ありえんすぎ。何、なんなん、ありえない、やだ。ありえないですね、ちょっとね。早寝ファイティーね、昨日なんか4時だったよ。
気づいたら4時でさ、はみたいになって寝た。えってなって、そう、気づいたら4時だったんですよ昨日。え、4時嘘だろと思って、いつか私そんな時間を過ごしてたんだってなったけど、まあ寝たよね。その後切り替えてね。そう、びっくりちゃった。しょうがない、まあ、昨日はすっごい寝ちゃったから。すっごい寝ちゃったから、しょうがない、しょうがない。こんばんは。ギフトありがとう。ありがとうございます。でもベッドに入ったのは何時だったかな ?1 時半ぐらいだったから、その1時半から4時の間にずっと携帯を見ていたっていうことになりますね。いや、おかしいよね。時間が狂ってますね。そんなはずないんですけど、どっからか狂い出した、私の中の時計が。いや、そんなはずないんですけど、そうそうそう、そう、でも昨日はコメントを返してたんですよ、インスタの。そう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 、やっぱ夜活動系アイドルなので、夜にいろいろやりたいんですよね。なんか昼は寝てたい。昼は寝てたい、そんな人です。昼は寝てたい。まあ、14時ぐらいから活動したいなって感じですね。14時ぐらいまで寝かせてほしいです。はい、こんばんは。まあせめて12時までは 寝てたいですね。はい、さすがに朝起きて活動するのもまあ悪くはないじゃないですか。けどそうじゃないんだよね、私が言いたいのは。そうじゃないのよ。こんばんは。寒っ。つかも何時だ、8分、15分になったら終わります。でも今日は目覚ましをかけたんですよ。この間、一昨日、昨日か、昨日は10時に、違う、12時に1回目が覚めたんです、確かね。それぐらいに、いや違うな、12時より前ぐらいに1回目が覚めたんですけど、まだこんな時間かとなって、もう1回寝たら2時半だったの。そんなことはあるわけないと思ったんだけど、本当だったんですよ。そう、だからそれの反省を生かして、今日は1回も起きもしないだろうけど1回目覚ましをかけようと思って
そうだね、かけといて、まあ、眠かったら寝てもいいし、眠たくなかったらもう起きればいいと思って、一回かけたんだけど結局眠たくて止めて即寝。そうだから今日は12時半くらいに寝ましたじゃない 起きました。起きたのは起きたんだけど、ベッドから出たのがその1時間後ぐらいですね。寒くて出れなかったので そう、寒くて出られなかったので、ちょっと携帯見ようと思って寝転んでたら、寝起きは悪い方ですか？めっちゃいいです、超いい。ただなんか寝起きとかの問題じゃないの、起きるのに時間かかるの 寝起きはもうなんなら無言よ、何も言わんよ。なんなら無言でも起きて準備する。私本当に睡眠大事な人なので、睡眠のためなら別に朝ごはんいらないっていう感じだから、1分でも寝てたいんですよ。そうだから例えばまあバス乗る 家出なきゃいけない10分前とかまで寝てますね、公園の日とかだと。そんな感じです。そうだからもう最低限の準備は済ませておく、前の日に。公園の日だったら公園の準備をして寝る。でも着ていく服も置いておきます。でまあでもヘアアイロンとかドライヤーとかはママとかが使った残骸がね あるので、それを急いでスイッチつけて、その間に顔洗ってみたいな、そんな感じですね。準備してます。スーツ着て寝ようかな。でもマジで一回本当にマジで寝てたいと思った時はレッスン着でも行くんだけど、公園の日とかそのまんま寝るよ。そのまんま寝てそのまんま起きる そう、まさかとは思うけど、そのまま寝ます。だからレッスン着の状態で寝て起きてそのまま家出るって感じです。かも下だけ履き替えるとかも何の意味もないけど、なぜか下だけ履き替えようかなみたいな、ズボンだけ履き替える時とかあるけど、多分意味ないです 多分意味はないんだけど、そう一回なんか、そうだし、なんか朝ごはんこれ食べて今日こそこれを食べて家を出ようと思うんだけど、毎回無理なんだよね。そう、起きたらもう起きる予定時刻1時間後ぐらいとかに起きてんの。もうだからダメだと思って最近はもう諦めてます。こんばんは。朝は基本食べない派。食べないですね。そんなにいらん。さすがにでも朝からフリーレとかレッスンとかだったら食べるけど、じゃないと、全然覚えれなかったり集中できないので、ただ集合して公園とかだったら全然食べなくてもいいかなって感じ。食べなくてもいいっていうか、家出る前に食べないだけです。
事務所着く前にコンビニ寄って何か買うみたいな感じですね。そんな感じです。そう、寝てたいので。そう、昔からでも朝ごはんいっぱい食べれんのよね。そう、ね、寝たいが、ね、寝たいし、そもそも食べるのが遅いのよ、朝だから。余計に夜でさえめっちゃ食べるの遅いくせに、なんかもう朝だと頭回んない状態で噛むのは遅いわで、なかなか飲み込めなくてで食べないみたいな。そう、そういう感じ。朝からだと気分が悪くなるそう、個人的に。そう、一回ね、あのね、食べて行ったことがあるんだけど、ちょっとトラウマになったことがあって、それ以降はそう、あるものは食べなくなりましたね、朝ごはんにわ、15分いいんじゃないの。そんなに、そう、そんなにトラウマになりました。もう食べれない、朝から。それはもうやめようって思って食べれなくなった。1500日おめでとう。あ、そうそうなのよ、ありがとね。そろそろちょっともう終わりたいと思います。ありがとうございました。今日もちょっと短かったですけど、ありがとうございました。明日は S 公演見てください。18時30分からです。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ、また明日ね。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。ありがとうございました。